6月7日午前の取引が終了しました。日経平均株価は下落して終えております。昨日と比べて63円05銭安の1万9916円85銭で取引を終えました。昨日に2万円を割り込んで取引を終えておりましたが、今日も小幅ながら続落の動きであります。トピックス東証株価指数も 4.12 ポイント安、JPX 日経400も 44.70 ポイント安と、それぞれ続落しております。東証一部の値上がり銘柄数は全体の約 45% の898銘柄でした。これに対して値下がりが約 47% の944銘柄と、890対940ということで値下がり銘柄数が優勢でした。最も規模別で見ますと、大型株指数と中型株指数は軟調でしたが、小型株指数こちらは小幅ではありますがプラスとなって全引けとなっています。このあたり中小型の材料系の銘柄には買いが入ったと、押し目買い買い戻しなどで上昇する銘柄も目立ったという動きでありました。新興市場なども活況に上昇する銘柄が少なくありませんでした。全体としての売買は低調でした。売買高は7億8200万株余り、売買代金は1兆飛び460億円、1兆円は超えましたけれども、1兆円やっとといったところで、それほど盛り上がりは見られませんでした。昨日の海外は欧米の株式相場が総じて軟調でした。特にアメリカでは全体の主要な指数が続落と、小幅ながらも続落して戻ってきました。金利は大きく動きでおりませんで、為替市場ではやはり昨日につきまして、ややドルが弱含み、円が強含みで推移しております。東京市場でも1ドル109円台半ばという水準で、これが株価の重しになりました。8日に予定されておりますアメリカのコミー前長官の議会証言やイギリスの総選挙などの結果を見極めたいというムードが強く、これが全体の買い手控えムードを助長した形です。景気敏感株などが総じて軟調で、全体の指数を押し下げた形です。こういった中で今日個別で下げた銘柄で目立っておりましたのが安藤狭間、建設業中堅の安藤狭間が大きく売られました。 10% 近い下落率で全引けを迎えております。東京電力福島第一原発の除染事業をめぐりまして、領収書など改ざんした領収書などを作成して除染費用を不正に取得していたというような観測記事が一部伝えられまして、嫌気する売り注文が増えました。逆に上昇した銘柄としましては6740のジャパンディスプレイの大幅な上げが目立ちました。全引きでは 10% を超える上昇率となっております。こちらに関しましては、今朝の日経新聞がこれまでの中期計画を撤回しまして、新しい抜本的な再建策を策定するということが伝えられまして、前向きに評価する買い注文が増えて見直されました。以上、今日全引けの模様、東証アローズからお伝えしました。